というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら新しくなった N1、6速マニュアル、しかも今日は隠れ N を探せということでね、これもう答えここ2つ載ってるよな。これ何、これ全部でこれ8箇所あるんすね。今日はちょっと隠れ N を探してみようと思う動画でございます。早速行ってみよう。どこが新しくなったホンダ N1 RS 6速マニュアル、しかもサンセットオレンジ2ということで、こちらの車ね、車両価格が199万9800円になりますね。いやー、人気のサンセットオレンジ、やっぱね、私買うんだったらこの色かな。まあ皆さん好みがあるんで押し付けはできないんですが、まあいい色ですよね。いや、今回の特徴、このヘッドライトはね、いいですよね。ウインカーがサークル状につくんですよね。このオレンジ色とこのボディのカラーとマッチして、さらにいい感じだなと思います。このアングルめっちゃかっこええわ。本当にね、前のモデルとどこが変わったのかなという感じなんですが、少しね、こうほら下の方がシャープになったかなという程度ですよね。本当に買えないんだな、いいものは。今回ね、8箇所隠れ N を探せということで、ちょっと探していきましょう。いや、どこにあるどこにある、正面に1個ぐらいあるよな。っていうか、この RS エンブレム欲しいわ、俺欲しいわ。だいたいね、この辺に隠れとるような気もするけど、まさかの正面にないパターン。っていうかね、本当にこう造形的なんですよね。これもっこりもっこりして、運転してるとね、この辺の丸みの帯びた感じが見えて、すごいね、運転してるぞと、車を運転してるぞという気になります。っていうか、どこにあんの、ほんまに正面ないかもしれん。ちょっと正面諦めます。ホイールにあるんかな。っていうか、これ黒のね、艶消しで本当にかっこいいと思います。あえてね、皆さんこの黒いホイールに付け替える方多いですよね。ちなみにこちら15インチですね。ないぞ。ちょっと早めに1個ぐらい見つけたいところ。あったわ。はい、これちょっと見えますかね。これ、肉眼だとわかるんですけど、ここに N ってあります。これちょっと、掘り込んだ状態の N ですね。そうそう、今回ね、テールランプも若干デザイン変わりましたよね。ここがブラックアウトされて、さらに引き締まった。かっこいいデザインになりましたよね。これは隠れてないよね。これは1個には読まへんと思うねんけど、ないよな。あとこういうとこもないな。こういうとこもないね。あれ、外装ではないんかな、ひょっとして。よし、ちょっとカンニング。これリアゲートやんな。これわかりますかね。ここにあるんですよ。ちょっとピントが、電熱線のところにデザインとして N と入ってます。これで今2個やな。これね、ちょっと今あまりにもわからなくて聞いたんですけど、これホイールやと思ってたらヘッドライトだ。ヘッドライトみたいなんですけど、どこに言われてもわからへん。どこ、あった。そっか、光ってたからわからんかったんや。これ映ってますかね。これほら、 N ってね、ありますよね。これはわからんわ。これライト消さないとわからんパターン。ということは、これ両サイドあるから 1,2 でテールの 3,4 で電熱線の5ね。ということは、外回りで5個ってこと。では内装の方見ていきます。はい、ではお邪魔します。おほほ、内装の方はね、こんな感じです。やっぱええわ。やっぱええぞ、今回の N。いやー、このシートが、本当にね、この RS、マジいいわ、これ。このオレンジの、このメッシュっぽいね、布と、で、ここはちょっとレザー調なんですよね。ちょっとこの肌触りがいいんです。で、ここは、通気性のいいね、布地になってますね。よく見た、この3段階のデザインで、シートが、できてるということで、結構これこだわりのシートになるんですよね。っていうか、これシートに N なんかないよな。ないよな。どこにあんの。っていうか、このハンドル、本当にこれ K なのかと
いうぐらいのこの質感がいいハンドルがついてますよね。で、普通車とほとんど変わらないというか、まあ一緒ですよね。え、ない ?N ない?いや、結構これ難しいぞ、これ。そうそう、これね、最初どうかなと思ったんですけど、運転し始めると意外とね、この位置ね、姿勢が良くなるんですよ。これ、運転に集中しやすいというか、本当にいい位置にあるなと思いました。っていうか N ないよな。あれどこにあるんかな。あ、これ、USB ね。いろいろ3つついてます。いや、この辺もいいよね。ここなんか妙なスペース。ティッシュとか、もらったティッシュとか入れるやつかな。どこにあんの?まずこの辺にはないですよね。あ、これこれ、ブレーキホールドね。これ本当にね、採用していただいてありがとうございます。ブレーキホールド、この K でね、もう高級車ですよね。しかもマニュアルで。ここにサイドブレーキがないっていうね、電子パーキングになってさらにブレーキホールドが使えると。これめっちゃ便利。渋滞時にね、このブレーキね、離しても、サイドブレーキがかかったような感じになると。っていうか、どこにあるんでしょうか。ほんま見つけられへん。エンジンかけさせてもらいます。ほんまに本気でないぞ。これドア周りもないよな、ないよな。ていうかこれピアノブラックで質感ねえな。あれ前は気がつかんかったけど、こんなに質感良かったやな。ペコーンとなってて、あ、すごい、こうレザー、スムースレザー、レザー調だと思うんですけど、これ、ここと同じ素材が貼ってある。すごい肌触りがいいね。こういうパネルのとこもないですよね。あ、これなんかライトついてる。足が組めるほどゆったりした助手席の足元空間。ということでね、まあね、あれなんですよ、ここ、前のね、モデルは、なんか下、グローブボックスが、これがね、なんかもっとせり出してたみたいで、膝が当たってたみたいですが、今回はね、こう、すっきりしてますよね。なんか足元、広くなってる感じがする。ヤコブ座席ね、やっぱちょっと、多少ですが、安っぽさを否めない感じで。へぇ、こんなとこポケットあったんや。すごい、スマホが入りそう。謎のね、縦型の何を入れるかはよくわからない。カロリーメイトとか入りそうですよね。カロリーメイト。あった、ここに。見つけた。っていうかこれわかる人いますかね?後部座席に見つけました。後部座席はちょっと捨ててる感あるかな。ちょっと樹脂感がどうしても。前は、それに比べてね、前はね、すごい仕上がってるんですよ。ほら、こういうところも、これも樹脂なんですけど、ちょっと違うな。エンボスのかけようが違うぞ。あ、前はないな。やっぱこれ8箇所ですよね。いやー、もう降参かもしれない。いやー、やっぱね、これ7、8個、ほんまにこれ8個あるんですかね。私ね、7個まで見つけました。もうね、私降参しましたので、あとね、もう一つどこにあるか、全国のね、ホンダカーズさんに、問い合わせといいますか、市場に来てください。見に来てください。そして、販売員の方に聞いてみてくださいね。最後の一つどこにあるかわかると思います。はい。というわけで、今日は、こう、N1、新しくなった N1RS でした。じゃあね、バイシュ。もう最後ね、やっぱ悔しくなって帰る前に教えてもらったんですけど、ここほら、これは分からへんな。これちょっと映ってますかね。これちょっと映らないです。こっちは反射の加減で、あ、今来た。これこのほら、8の上に赤のレッドゾーンのラインあるでしょ。その上に N って書いてあるんですよね。車のマークがあって、その下に N って書いてるんですよね。このレッドゾーンの向こう側に N が隠れてるという感じでした。じゃんじゃん。